コンチェルト・グロッソは、バロック時代に用いられた音楽形式の一つである。トリオ・ソナタのソロ軍とオーケストラの早々に分かれ、2軍が交代しながら演奏する楽曲のことである。通常は4から6楽章によって構成されている。かつては、合奏競争曲という訳語が当てられたが、ソロ軍のないコンチェルト・シンフォニアという形式が別に存在するため、 合奏競争曲という訳語は不適切であり、近年はそのままコンチェルトグロッソと称することが多い。この形式はおそらく1680年頃にストラレッラによって開発された。彼はコンチェルトグロッソという単語こそ使わなかったが、いわゆるコンチェルティーノとリピエーノを個性的に組み合わせた音楽を初めて書いたとされる。 最初の有名な合奏競争曲の作曲家は、ストラデッラの友人のコレッリである。コレッリの死後、彼の作曲した12の合奏競争曲が出版され、すぐにヨーロッパ中に広まった。彼の作品は多くの人々により称賛され、また模倣された。ジェミニアーニとトレッリは、コレッリのスタイルで多くのコンチェルトを書き、またビバルディもコレッリから強い影響を受けた。 これ、理の時代には、大きく異なる二つの合奏競争曲の様式があり、それぞれ重要であった。教会コンチェルトと室内コンチェルトである。前者は、より公的な場で演奏され、形式的には、遅い楽章と早い楽章の繰り返しにより、構成されている。後者は、組曲に近い性格を持っており、前奏曲による導入部と、当時流行していた。 いくつかの部曲から構成されている。これらの区別は、後には、曖昧になっていった。これ、リの最も有名なコンチェルトは、クリスマス競争曲と呼ばれる八番と単調であろう。この曲は、激しいアレグロと、通常はクリスマスイブにのみ演奏されるべき人気のパストラーレで閉じられる。しかしこのパストラーレは、大変に人気があるため、実節に関わらず演奏されることがある。 これ、リのコンチェルティーノは2本のバイオリンと1本のチェロによって構成される。リピエーノは弦楽アンサンブルが担当し、両者は共に通奏低音によって伴奏される。これ、リの時代、特に教会コンチェルトの場合には、オルガンやリュートが通奏低音として用いられていたと考えられているが、現在においてはチェンバロのみを使用することも多い。合奏競奏曲を作曲した有名な 作曲家としては、リピエノを拡大して、管楽器を追加したヘンデルがいる。また、JS バッハもブランデンブルク競奏曲を大まかに、合奏競奏曲の形式に沿って作曲している。特に、第2番は、リコーダー、オーボエ、トランペット、そして独奏バイオリンによるコンチェルティーノを持っている。合奏競奏曲の形式は、バロック音楽に影響を受けた20世紀の、 作曲家によって限定的にではあるが使われている。また、19世紀の作曲家でも、ベートーベンの三重競争曲、ブラームスの二重競争曲のような例が、わずかに存在する。なお、競争交響曲の項も参照のこと。ハットリ P57 合奏競争曲全12曲の、 無ジカイテルナ・ブラティスラバによる演奏霊合奏競争曲集オーパス午前6曲のベローナ・バロック還元楽団による演奏霊合奏競争曲集オーパス3のうち6曲のハレヘンデル祝祭還元楽団による演奏霊合奏競争曲集オーパス午前6曲のムジカードレールムによる演奏霊合奏競争曲集オーパス三0六曲のスロバキア室内還元楽団による演奏例 ありがとうございます。